おばんでーす、サントスです。今回は、ライバロイさん企画のバトルロワイヤルの方に、お呼ばれしたのでやっていきたいと思います。対戦相手は画面に言ってる通り、モコさん、ランドセルさん、ライバロイさんの3名です。ちなみに、バトルロワイヤルは私もほとんどやったことなくて、昨日練習でフリーのバトルロワイヤル潜ろうと思って潜ったんですけど、7戦連続マッチングしなくて、8回目でやっとマッチングしたと思ったら放置されて悲しくなったので、実質ちゃんとした練習は一応できてませんということで、いや結構試運転ができてないんで、なんかこう想像の範疇で戦っていかなきゃいけないですけど、ルールは一応勉強してきました。さあ始まっていきますと、まず相手のパーティー見守りましょうか。あー、これバロリさん前も使ってたスターミーはスポットライトがあるやつですね、多分。まあ怪力、あ、てかジュペッタ被ったのかジュペッタで被るってある、マジか。いたずら心鬼嫌なんですよね。食らいたくないんで、特殊のリザから入るのがいいかな。リザが振り取るのがスターミーくらいか。チルタリスもちょっと相性は良くないけど、リザかガブからクレセを後発で出したいんで、リザかガブから出したいんですけど、まあテテフのことも考えてリザからですかね。リザガブクレセで行きましょうか。待って、ジュペッタかぶるってあるマジそれ、今のちょっとジュペッタ言う、今いたずら心って、あー、あと影打ちも結構強いからっていうとこか。あと道連れあるか、道連れ影打ち、何すんだ封印すんのか、これ守る、守る封印してくんのか。はい、対戦よろしくお願いします。それもあるな。あとちなみに私以外全員女の子でしたね、謎の逆ハーレム。まあ中にいる人は全員男なんですけど、真っ黒なメンズとあと3人女の子ってなんかあれだな。はい、ジュペッター、アイアンと、アイアンと岩技覚える、思いますよね、スターミー。あー、なんとも言えないタイミングになりましたね。強く気に熱風ぶちかましたいですけど、アイアンとに一中打たれるときついですよね。はい、カバネセット嫌いな好き。こっちにも情報くれるんだ。へぇー、アイアントがハガネセットか。岩技持ってんのかな、虫技、岩技守る。スターミーは守るもある。まあ、ここは居座りたいんですけど、居座って熱風打つか守るかですね。アイアントの岩技だけめっちゃ怖い。どう来るかな。アイアンって穴掘ってきそうな気もするけど、まあ一応安定の守るから入りますか。スターミーがこっちにスポットライトしてくる可能性もあるんで、さあまずはメガ進化でジュペッタも多分しますよね。いやてかねジュペッタ人気すぎる。スターミーのタスキが分かったのがでかい。はい、スポットライトこっちにしてくんじゃないかな。はい、守る、まあ、いたずら心守るなんて1個上がってリザより先守るしましたね、まあ、ほぼ意味ないですけど。スポットライトですよね、はい、ですよね、はい。スターミーがスポットライトしてくるなんてこと思って、強すぎる、モッコさんの身代わりが強すぎる。なんだと
アイアンと身代わってきた。スポットライトは大体読めてたんですけど、ただ身代わりあるってことは岩技ないんじゃないかな。アイアントの身代わり壊しつつスタミナのタスク気づいたいんで熱風打ちます。いやこれちょっと過去のやつも対戦見てきたんですけども、多分積極的に倒すよりもこっちが失わないことの方が大事なんですよね。ちなみに女の子3人の服装とかでなんとなく好みを読んでいきたい。スターミここで守る。出たそういうこと。アイサーマーやめてー、結構強い。やめて、よかった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 。エッジ持ったけど張り切りなのかな。半分いく。でさっきのターンはスターミン守ってましたよね。やっぱ岩技持っちゃったか。守るか交換ですね。ただアイアンと虫技持ってるとクリスも結構きついっちゃきつい。守りますか。守るでなんという安定卓。いやでもこれやっぱ残していくのが大事だと思うんですよね。あーランドセルさんは意外と清楚系なんだっけ。前なんか好きな下着のより聞いたんだけどな、忘れちゃったな。ライバルイさんはアミュさんからのタレコミだと藤田ニコルが好きって言ったけど本当かどうかわからない。さあ道連れ、あーはいはいはい、熱風読みか。これ2体あーやられないアイアントの身代わり強すぎるんだが、ちょっと待って。でまたエッジでしょ多分。ミクレスに引きます。めっちゃディフェンシブな戦い方してるんですけど、あのリザは自分より速いポケモンがいなくなった後にあの上から縛っていけるんでまだ残したい。アイアントとスターミーがこっちより速いんですよね。だから大事にしていきたい。モコーさんのアイアントの身代わり強きすぎるな。さあクレセー決まんなかった。交換するとうまくいかないからさ、ハガレン Z を。やばい。これ、モコーさんの身代わり剥がされてやべえことになるな。アイアンとか躍動していく。あ、こっちか。つえーさあ、タスキー。いや、これ、モコーさん圧倒的有利だな。好きなやつを落としに行けるからな。ただ、みんな守ってないから、モコーさんとしては、守ってくるやつを読み当てに行きたいみたいな感じか。ここ殴りに行ってもいいけど。一番最後なんですよね。多分影打ちも持ってるんで、生き残った時点で倒したいやつがもういない気がするんで、月の光にしますか。回復量も多めでいけるんで、よしよしよし、守りますよね。ですよね。指振る。フリーズライ。ナイス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 すぎる。これさすがに割れない。くそやばいな。お父さんに早速一匹持ってかれた。これガブから入りますかね。どうだろう。
ガブの自信打ち解けた気がする。ガブで。道連れ食らえそうな気もするんですけど、それでも2体持っていける可能性があるんで自信打ちます。アイアントの身代わり壊しつつできるんで。アイアント強すぎる。モコウ先生のアイアントが強すぎる。やばいですね。一番大事にしたいとか言ったのに一番初めに失ってしまった。まあクリス守り入れてなかったからな。草むすび切って守りでもよかったかもしれないですけど、失ってしまったらもう取り返しに行くしかないんで、ここは殴りに行きたい。まあでも自信は読まれるだろうな。ただスターミ引っ込める。鬼をめじぺったか。あーテリフか。スカーフなのかな。道連れ、あーこれ11ですね。あいへー、おい当ててよ。これきついな。私のポケモンがジュピッて倒すけど、マイアント身代わり剥がしたのはオッケー。倒して落ちちゃったんでトントンですね。で多分ここのリザが落ちると終わっちゃうんで、すぐ殴りには来ないと思う。デヒレフィールドが変わる。これモコウさん狙わないとダメでしょ。ということで熱風で、残りの2匹は大した入んないですけど熱風でいきます。ここは守らず攻める。エッジぶっ飛んできたらしょうがないけど、今までは身代わりを張ってきたので、いやーこれめ2体失って1倒しだからマイナス1ですかね。いやこれきついな最近ね。あいいね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 。あ落ちちゃうんだ。落ちちゃうんだ。スカーフかってことは。まあ身代わり張ってたらこれが正解だからしょうがないですね。瞑想を、食べ残し？あー食べ残しか。いやーレヒレの相手すんのはきつそうですね。チルタリス、熱風打てば全員を削りつつ手で歩を落とすっていう動きはできるんですけど、テテフはスカーフなんだよな。でバロリさんがジュペッタかスターミーがいるか。さすがに一番早く動けそう、テテフの次に。こうバロリさんこっち倒して終わらせに来るあるか。なくはないけど、熱風かイアスラ打っていきたい。イアスラかな。いやそれで鬼嫁や。さあメガ進化。最近ね、こっちか。よし偉い耐えた。よしこれで落として、なんとかかなりやられちゃいましたけど2匹は倒したので滅び。なるほど。リヒレがどこに打ってるか。ムンホ。チルタリスか。いいですね。これチルタリス落ちない。バロリさんがこっちより早いのがいなければ。いや、ジュペッタいるな。これ影打ちで、チルタリス落としに来るんじゃないか。どうだ
まあジュペッタですよね。で十中八九影内は持っているので全く意味のない情報開示。いやー一旦守るか。このターンは多分チルタリスやられるっていう動きを一回した方がいい気がする。守ります。ここジュペッタがこっちを殴ってくる可能性もあるんで、で私とモコウさんが同じ状態2体倒し1匹残りなの違うか、モコウさんがあれか2体残りなのか。あーだからバルイさんからするとチルタリス倒しに行く可能性が高いっちゃ高いけど、単純にモコウさんと私を天秤にかけてこっちを倒しに行く可能性がある。さあドデカバシが来る。影打ち読みか。モコウさん普通に読み裂いてるな。こっちラス1で滅びで滅んだら終わりなんで、さあここは守る。濁流危ない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 ってことは先制技打ってなかったのか。ジュペッタダストシュートか。あーゴーストダイブか。これ濁流で次やられるし転びもあと1個しかないっていう。ってことで殴りに行きたいけどD 上がったあれは落とせなさそうなんで、エアスラでトデカバシ落とすしかないよな。か2連守るにかけるかだけど、トデカバシで。くちばしを温めてるところをとがめていく。木の実かー。あーやっぱおばひ欲しかったなー。ムーンフォー。はい、ということでやられてしまったのでこれで終わりですね。対戦ありがとうございました。あまだゴーストダイブここ打つとこまでなのか。あーそっかそっか、全員ここを打ち終わるまでか。これは私多分2体倒しましたけど、1試合目は多分最下位ですね。すげえ狙われた気がする。ということで対戦ありがとうございました。4、4、4、2だから圧倒的ビリですね。はい、対戦ありがとうございました。